始まりまりしたただいぶきましたけどもその間にいろんな単元やりましたからえ実際の入試問題を使って復習していきましょうではいきますね最初の問題はこちら、ね、愛知学院大学の問題です「Tom なんとか golf in the past but he no longer does s o i r s used to play as used to playing used to play used to playing」という形ですはい 覚えてますかね純動詞のところでやったやつですか覚えてます、ね、これが一番出るやつだって言ったやつです。えー、結局、2020年もですね、めちゃくちゃ出題されてました。be used to と used to の違いっていうのが出るやつですね。はい、では、まあ、見ていくんですが、そうですね、これポイントがいろいろあって、まずは、まあ、used to playing なんてことないから、もうさっさと消しちゃいますね。で、used to play っていうのが、そうそうそう、かつてなんとかしてたってやつよね。で、今は違うよとかってやつ。is used to ing これは そう慣れているってやつでしよね。be used to のこの to っていうのは前置詞なんだ。前置詞の後ろに不定詞を置けないよ。前置詞の後ろは同名詞こなきゃいけないよって言ったやつですね。はい。で、これだったら、is used to play だったら、そうそうそう。これだったら、ために使われるっていう意味ですね。はい。トムはゴルフするために使われるみたいなね。えー、そういうのになるんですけど。で、はい。今回、どれが正解ですかそう。So, ポイントは、i n the past ですね。 過去を表す表現が出てますね。そうだから過去にって言ってるから、えー、はいほら見てください。i s is used to play って慣れているって今のことになってますね。ねこれもまあゴルフするためにトマ使われるって変ですけど、ほら is ってこれ現在のことになってません、ね。そうなんですよ。これだから時制の問題と used to be used to のポイントだったわけですね。はい。なんで答えは3番が正解っていう風になります。はい。ぜひノルンガノルンガしてますか。 そう、もはや何々ないってやつですね。ダ s ソ、so、ー、はい、t s so が指すのは、そう、えー、a y golf ですね。Play golf っていうのを That's so っていうふうに受けてますね。そうするって意味です。だから、過去に、はい、トムはゴルフをしてたんだけど、今はもはやしてませんよって、そういうふうになったわけですね。はい、トム used to play golf in the past, but he no longer does so っていうふうになるわけです。はい、この be used to ね、一番出てくるやつですから、知っておかなきゃいけないって言いますね。はい、じゃあ、トムはまあ、ゴルフするのに慣れてるって言ったら、どうやって言えばいいですか トーマーズギュースとプレインゴーフっていうこういう形になると思いますね、はい、ただねあんまり言わないのでそうそうこ,これ言うことがないじゃんトとんがゴルフするのに慣れてるとかってあんまり言わないのでトーマーズギュースとウーズインゴーフとかねもうゴルフで負けるのに慣れちゃってます、ね、そういうのだったら、まあ、ありえるよね、はい、だ前置詞があって前置詞の後ろに同名詞が来てるっていう形になりますね、はい、前置詞とす同名詞、はい、でユースと別の表現で言えるってやりましたね覚えてます そうそうそう。パムイズアカスタムトゥー・ウォーズング・イン・ゴーフっていう形で、be ビアカスタムトゥーっていう表現も使えるよっていうのはやりました。えー、両方とも前置の to なんで、後ろ ING くるよってやつですね。カスタム習慣が入っているから、これは覚えやすい単語だってやりましたね。さあ、できましたかそうです。こういう形で,ですね。今まで習ったやつを復習していきますね。では次の問題ですね。青学の問題ですね。Mary was so nice that she gave me なんとか little money she had.How?、ね、Those?What? っってなってなますねはい代名詞とかね関係詞みたいなのが並んでますよね。そうこれ知ってりゃ、ね、簡単なんですけど前の、ね、祝日講義でも言ったんですがまず邪魔な要素をどかしちゃいますね。So nice that, so、that 公文ですねメリーはとってもよくて「はシーゲイミーくれたよ」って言ってるわけですよね。はい、でくれたものが一体何ぞやって言ったらここになるんですがはい中に「しーヘド」っていう」 SV ままた来てますよね、はい、SV がまた来てるからそう接続詞的なやつがなきゃいけないはずですよね。まあさらに「dose」って後ろ複数くるはずなのに「マニーって数えられない名詞来てるからね絶対ありえないですねこんなもんね。おでこの塊なんですね。に酸素与えるですね、はい、これを与えるよって言って彼女が持っている「マニーなんですかそうですね習ってる人。 What little money she had ってやつですね。これよく出てきますね。フーズを置いた場合は前に、ね、かかる相手がなきゃいけないからダメで。How とね、これややこしくなっちゃうやつなんですが、How little money っていうふうに名詞来るのはダメですね。まあ、なんか簡単文とかで、How little it is とかね、そういうのはあったと思うんですが、名詞来てるんで、What じゃないといけません。え答えは、What little money she had です。まあ、これでセットフレーズで覚えちゃっても構わないですよ。What little money ってよく出てくるので、uh, Mary was so nice that she gave me what little money she had っていうので、 これで、what little なんとかっていうので、持ってる、なけなしのとかですね、ほんのちょっとしかないんだけど、それ全部っていう意味になりますので、お金持ってて、ちょっとしかないんだけど、ほとんどないですね、little ってね、ほとんどないんだけど、それを全部っていうフレーズです。入手英語なこと、what little money なんでほとんど、これで覚えちゃっても構いません。で、他にもね、what little information とかね、本当になけなしの情報ほんのちょっとしかないんだけど、それを全部。 あげましたみたみいな形で言うこともできますねとってもいい人なので、ね、なけなしのちょっとしかないお金をくれましたよ全部っていうそういう文になりますねだから What っていうのはこれもうやりましたねこうやって「She gave me what she had」みたいな形で彼女の持っているものっていうふうに名詞になれるって言います、ね、ただしたね 別の名称を置いてやることもできるんだよとかっていうのはやりましたよね。はい。What color とかさ、What sport とかね。やりましたね。What color do you like とかっていうふうに後ろに名称を置くこともできるよっていうね。だからそういうのも知っておきましょうってやったやつです。で、これだったら、はい。she had って言って、えー、彼女の持ってるものっていうだけなのに対して、what little money って言ったら、ほとんどないお金っていうふうになるわけですね。だから、what だけでもいいわけですよ。she gave me what she had っていう形で言うこともできるわけですね。えー、でも そこを詳しく、ね、言ってあげるために後ろに名称を置くなんてこともできるんだよっていうふうに言いました。ではい、詳しくは、ね、え前にやったところを、ね、見て復習してください。<noise> はい、次の問題いきます。Blah, <noise> a p p r o a c h e s our plan. I think it should be carried out.No、ねはい、matter who, what, even if many people, none other. という形で青山学院大学の問題ですね。はさあ、どれでしょうなるわけですが、そうですね。 ここ、分、i t h i n k っていう SV 来てるのより前に、こう、あるよね、塊がね。主節の前にあるから、まあ、その、覚えてますか主節の前にある塊、そうですね。副詞の塊っていうのがあります。で、ワ a t だけだったら、さっきやりましたね。w a t の塊は、そう、名詞になるんですよ。だからダメなんですね。塊全体で名詞になるのが w a t です。さっきも O2 になってましたよね。で、これとかったとね、even if many people ね。みんなが反対してもそのプランに。いや、メニーピーポーで p e ピーポーって。 複数ですね。Oppose s ほら三人称単数のやつついてますね。だからダメです。多くの人が反対しようと思う。だから even if many people oppose だったりですよ。Oppose our plan だったりけどね non other。何の答えはさっぱりだねで。接続的な働きもないですから。そう、答えはだから n o m a r who ですね。誰が反対しようと思うってやつです。この Nomata plus 疑問詞ってやつですね。で、Ishould be carried out ってことは、いが指すのほうプランですね。carry out はそう実行するって意味ですから。はいね、だから、たとえ,ー例え 誰が反対しようとも、私たちのプランにですね、反対しようとも、そのプランっていうのは実行されるべきだと私は思いますって言ってるわけです。ね、no matter who opposes our plan, I think it should be carried out っていうふうになるわけですね。で、一応関係者のところで、そう、このやったの覚えてますか ?Whoever comes, I welcome them みたいな形で、こうやってたとえ何とかっていうので、エ v e ーくっつけるやつもやりましたね。 なんとか ever っていうのでこういうふうに言うこともできるわけですね。あ welcome」ですね。誰がたとえ誰がうようとも私たちは、ね、その人まあこれ全部って彼らみたいになってますけどアメリカだとやっぱもう単数で男性か女性か分かんない時全部って書くときがすごく多いので、ね、その人を受け入れますよみたいなおうをかむしますよっていうふうになってるわけです。でこういうのを、ね、福祉の塊たとえ何とかでもっていう時はこうやって言えるわけですよ。 えー「No matter who comes, I welcome them」という形でこの「Foo ever」「とか ever」の塊がたとえ何とかでもっていう副詞になってる場合はこの「No matter」「とか」に言い換えられるっていうふうに習いますね。たとえ何とかでもっていう副詞の「なんとか ever は」は「No matter who」とかっていう「No matter」「とか」に言い換えられるです。逆は成り立たないことがあるのでこれは知らなくていいですよ。<laughs> 知らなくていいんですけど、だからこのじゃあノーマターフーって書いてあって、これをじゃあフーエバーに帰ろうって言ったらネイティブはね、無理って言ってたから、<laughs> そう逆はね、成り立たないこともあるんですよ。残念ながら。こっちはね、結構成り立つことが多いですね。フーエバーをノーマターなんとかに変えることはできるんだけど、こっちからこっちはね、成り立たない場合があったりします。知らなくていいです。とにかくまあ、福祉で、たとえなんとかでもってなるときは、基本的にはね、言い換えられると覚えておいてください。<laughs> はい、では、フエバーにかえろうかん、リセーヴァーフリーギフト。さあ、これはどうですか え言い換えられるんでしょう。エヴァーきてるのかノーマター風に言い換えられんじゃね<し>言い換えられないんですよこれなんでそうこの塊どうなってますこの whoever comes early がそう can receive の主語になってますねこれね。主語になってるってことは塊全体でそう名詞ですよねだからこのエバーの塊は名詞節になってるので副詞じゃないですね例え何とかでもってやつじゃないのでだからノーマターには言い換えられないですだから気をつけないといけますね 早く来た人は誰でもってですねはい、フリーギフトをねゲットできますよっていう形ですはい、じゃあこっちはどうですか Whoever becomes our leader, our supporter. ね。誰がリーダーになっても私はサポートしますっていうのはそうですねこっち主節こうやってあってその前主節より前は塊全体でそう福祉ですね福祉になっているからエヴァで福祉の塊になっている場合はそうそうそう言い換えられるんでしょうね No matter who becomes our leader, I'll support her っていう形で言い換えることができます。はい。ね、誰がリーダーになることも、私はサポートしますよっていう形で言い換えることが可能になるわけですね。そうです。福祉施設の場合は基本的に何とか ever で、たとえ何とかでもっていう意味になるんだったら、No マタ疑問基本詞に変えられるよってやつです。Whatever color you choose, I'll be fine with it とかもですね。これもそうですね。はい。Whatever とかさっきも言いましたね。What とか Which の場合だと、名詞を置くことができると、後ろに。だ あなたがどの色どんな色を選んだとしても、私はそれでいいよ。すみません。はい、それオッケー。別にいいよ。何色でもってやつです。だからこれもそう,いうこ庫です。変えられますね。ノーマルは可愛い。チュースっていう風うに言えるわけですね。はい、例えどんな色をあなたが選ぼうともそれ構いません。よってやつです。はい、こういう風うにえー、まあ、関係形容詞とかね。言われたりするところにもありますが、こういうやつでも言い換えが可能。 さらには、Wherever Susan goes, John follows her みたいな形で関係副詞を使うこともできますね。はい、たとえ Susan がどこに行こうともですね。たとえどこに行こうともっていう意味になってますね。そして当然、主節の前ですから副詞です。だから言い換えると、so, No matter where Susan goes, John follows her っていうふうに No matter where に言い換えられますね。じゃあこれはどうですか ?However hard he t r i e d John cannot make Susan happy やりましたね、これね。 However の後ろに副詞とか形容詞を受けるよって言われますねどんだけ彼が、まあ、これジョンですねジョンが一生懸命やってもスーザンを幸せにはできませんってやつですからそうですね No matter how hard っていうふうに言い換えることができます No matter how hard he tries John cannot make Susan happy っていう形で言われるわけですねでもう一個やりましたね How の後ろ今回副詞ですけど形容詞が来るバージョンもやったの覚えてますか復習してくださいね However difficult the task is, John won't give difficult is, up. task、ねはい、どんだけそのタスクっていうのがディフィカルトだったとしても、ジョンは諦めません。でこれも主説の前ですから、塊で副詞。で、はい、However の後ろですね、However 形容詞になってますね。で、これをまた同じように、例とえば何とかでもっていう副詞の塊だから、そう、こうやって言えばですね、No matter how difficult the task is, ジョン won't give up という形で言えますね。 はいこういう形でですねこの「副詞の塊で」でたとえ何とかでもっていう場合は「エヴァ」のやつを「ノーマタ疑問詞」の形に書き換えることができるとで書き換え問題っていうのはあまり問われることはないんですがこの形自体は「ノーマタ何とか」っていうのはえ今日やった大学の問題のように問われることもありますし長文中に出てくることもよくあるのでこの辺のこともきちんと押さえておいてください。はいいここういっったた形でででですね今までったことを復習してプラスアルファで 新たな知識を身につけていくっていうのが、この祝日講義のですね。ポイントになりますのでぜひですね。今までのね動画再生リストにありますから、それ見て復習してですね。問題、実際に問題編集して役立てていってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、この動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。 で始まりまりした,ただいび祝日講義の第6回目になりますね。さあ今回はですねかなり多くのことをやっていこうと思いますね。4つの問題に挑戦してみてもらいたいと思います。それではいきましょう、はいではいきますね。最初の問題はこちら。It's <laughs> time that you're not to bad, John. That Are going to bat John. はい学習院大学の問題になりますねはい未だに出る問題なんですよこれね知ってればあっという間知らないと解けない問題ですそうですねこれ it's time ってやつですね高須クリニックじゃないですよ、はい、it's time that まあ that を省略されることも多いですが you なんとか to bet ですねはい it's time s v 過去形ってやつです はい、なんで答えは went になります。意味的には別に過去じゃないんですよ。これね。はい。もう今寝る時間ですよ、みたいな感じですね。これはそろそろ寝る時間だよ、とかっていう時に使うわけですね。あ、これジョンってただ呼びかけです。これね。はい。寝る時間だよって言ってるわけです。It's time that you want to b e d John. って言うんです。で、入試問題だと、It's high time とかになってることも多いですね。ここにね。It's high time。もうそろそろこれする時間だよとか、It's about time とかね。そろそろこうする時間だよ。 ちょっとまあ、ハイタイムがちょっと分かりづらいかもしれないけどハイ態度イって分かります態度これこれこれ、ね、この、えー、満潮とかっていうやつですねこのもう満ちるってですねこの潮が満ちているもうこうする時だよみたいな意味です。えー、なんで「It's high time that you w a n t to bed っていう形で言うこともあります。はい、でこいつらなんですがなんで過去形になるんだってわけなんですよなんでこれからのことなのにほら寝る時間だよジョンって言ってもうこれからのことなのにで過去形なのってわけじゃないですか。えー、これ実はですね 一種の仮定法です、これ。ね、あの助動詞の過去形とか使わない仮定法で、だから普通じゃないですね。だから問われるわけなんですけど、そういつもだったら寝てる時間だよ。でも、今日は寝ていませんよね。非現実っていう、そういう意味なんですよ、ね。いつもだったら寝てるはずなのに、今はまだ寝てないよね。だからもう寝る時間なんだよってやつですね。ぶっちゃけね、実際のところは GO でも言うんだけどね。It's time that you go to bed でも別に、ね、構わないし、ぶっちゃけ一番自然なのは、 これが一番自然で「It's i t m to go to bed っというふうにトゥーフテッシュを使うのが一番自然な言い方です。やっぱり今回の問題もね、知ってはいたんだけどね、うちの、ね、ネイティブに見せてね「ね、えーっ」つっても、子供に言うかなあかった苦しい表現だなって言ってた、ね、言われると思ってましたけど、ねはい、言われました。やっぱりね、自分が習ったときは、ね、今でも子供に向かって言うんだよっつって、ね。 はい次、FINENTOKAHARDER, I could have won the tennis match、ね。はい、FINENTOKAHARDER, I could have won the tennis match。Had a practice, had a practice, practice, practice. さあ愛知学院大学の問題ですがさあどれを選びましたそうもう見抜けてますねそうですよねはい「if 来てお来たぞこいつ」ってなってほら主説が「c o u have っは e ねあこれ発音「one ですかね「わん」ではありませんからねはい、えー「勝ってただろうに」っていうほら 助動詞の過去形プラスハブたす過去分詞だから、そう、仮定法、過去完了とかっていうやつでしたね。仮定法、過去完了のことを表すってことは、仮定法、過去完了はいつのことを表すんでしたそう、過去のことを表すんでしたね。仮定法、過去完了って謎の名前だけども、過去のことを表すんだって言いましたね。その時、はい、いうふうな塊の中はどうなってるんでしたかそうでしたね。春プラス過去分詞を使うんでしたね。だから答えはこれです。If I had practice harder, I could have won that tennis match ね。だ過去の話をしているわけですから、 ねはい、だその時一生懸命やってたらです、ね、過去に一生懸命やってたらあのテニスのマッチで勝てたのにねウィンの使い方もやりますねテニスマッチとかゲームとかそういうのを目的を取るのがウィンだっていうのもやりました。でプラクティスは If I practice だったら そうそうそう今もしくは未来のことになるんだってやりましたね。まあ、ネイティブの中にはもうこれで過去のことを表した人もいるけど言いました、ね、基本的には家庭法過去。If、ね、の中に過去形があるんだったら家庭法過去っていう謎の名前がついてるけど、現在もしくは未来のことっていうふうに覚えておきなさいって言ったやつです。If I had practiced harder, I could have won the tennis match。ね、もっと一生懸命やってたら勝てたのになってなるわけです。じゃあこれだったら、If I practiced hard, I could win the tennis match。 これだったら現在もしくは未来のことになりますから、ね、今一生懸命やれば勝てるんだけどな実際は勝てねえなってことでしょうねこれだったら「I practiced hard so I was able to win the tennis match yesterday」とかだったらそうですね一生懸命練習したから勝つことができたよ昨日そのテニスマッチでってこですねでこの時に気をつけてねそうやりましたね これは単なる過去の事実を言ってるわけで、で、過去の1回の動作の場合は、 クッドでででややるるよよりりりも was able to で書いたりたた喋っっっすすんだよって言ったやつですこの辺のこともね分かんない人はですね是非基礎英文法講座みんな押してくださいえ過去の1回の動作とかっていう時にクッドは普通使わないよって言ったやつですまあだからこういうふうにややこしいからですよクッドってほら可能性のね意味だったり仮定法の意味だったりがあるからややこしいので過去の1回の動作の時は be able to をなるべく使いましょうってやったやつです はい、次の問題に行きましょう。My teacher taught me なんとかギブアップ p はい。神奈川大学の問題ですね。Nothing to nevertheless.Never to do not ってやつですね。さあ、どれになりますかね。行きましょう。えー、で、私の、はい、先生が言ったよ、私に。はい。なんて言ったのっていうのがここですね。はい、Nothing to give up 意味がわかんないですね。何も言わなかった。ギブアップするためのもの。<laughs> 意味がわかんないね。はい、nevertheless 福祉になっちゃいますね。それでもやはりってやつですね。その その分減りませんってやつですね。えー、だからそれでもやはりってやつですが、こんなところに副詞入れちゃったら、told me give up になっちゃいますよ。動詞の原型こんなところに取ることになっちゃいますね。そんな無理です。えー、これもそうですね。do not give up って言文2つになっちゃいますからね。そうだからこんなのありえない。そう答えは3番の never to ですね。my teacher told me never to give up っていうのになりますね。てる人と ido の否定語が入ってるやつです。はい、my teacher told me never to give up、ね。 はい、そうだからこれが入ってて分かんないかもしんないけど「てる人 t o do ってやったやつです。でまあ基本的にはその「否定の副詞入る時に「to 不定詞の直前に送って習うやつですね。えー、別にそれでいいですそれでやれば間違いはないので OK です。ただ実際はね こういう形で,です、ね、my teacher told me to never give up. 規定の復詞は to ーフテーション直前に置くんだって習うんだけど、実際の英語では後ろに来ることもありますので、ご注意ください。はい。ですね、だから読んでて、うわー、なんでだーとかってならないでくださいね。よくあることです。でただ、上で覚えておけばいいです、ね。never to の語順で覚えておけばいい。絶対諦めるなっていうふうに言ったってことですけど、他にもあるでしょ。諦めるなだったら never じゃなくてそう、not だったらね。 My teacher told me not to give up っていうふうに言うことができますね。これも not to の語順で使いましょうって習うんだけど実際はそうです。my teacher told me to not give up っていう形で to not の語順でもよく使われます。はい、どっちでも OK です。上の方で覚えたところが無難と。 いろんな時に無難になるよっていうので一応やっておきますけどもはい実際の英語ではこっちでも使われることが多いですね、えー、まあ読んでたらそうなもん実際、うん、絶対こっちやらだけだわなとかってね、言うことはありませんので実はこっちもよく使われる表現ですはいね、これはどうしても言っておきたかったでも基礎英文法講座でやったらややこしいと思ってやらなかったわざとです、ね、こうしなきゃいけないんだとかって習うんだけどさ本読んでて こっちで書かれてるところもいっぱいあったから、<laughs> ってなったことが多かったので、私自身ね。はい。てる人とで人に何々するように言うですねで。ノットが消えるから人に何々しないように言うってことですね。で、ネバーだったらもう消してするなってことですね。はい、次いきますね。We cannot help, なんとか、sorry for, たまこ。たまこ。Ko? はい。feel, felt, to feel, feeling. っていう形になってますね。たまちゃんか。 子ちゃんあれ静岡だよね神奈川で関けない <laughs> はいそうですね cannot help 知ってる人いますね cannot help なんとかってやつですねそうです答えは cannot help ing ですねなんとかせずにはいられないとかっていうやつになりますねこれですね間違いが多発するところなので必ず覚えておいてください英作文でねミスる人が超多いこれなんとかせざるを得ないって覚えてるから間違っちゃう なんできちんと説明しますよ。いきますね、でまあたまこ残念ねああたまこかわいそうって思わずにはいられないってことですね。え、w help feeling sorry for こなんですが、えー、この help がまず「助ける」ではないからだからちゃんとしとかなきゃいけない、ね「助ける」「手伝う」の場合だったら help って後ろ「to」不定しておりますから help to do とかまあ「to」省略して help 原型っていう形を取るんですが、えー、こいつね cannot help で出てくる場合のこの help っていうのは避けるっていう意味です。 チーズじゃないですよやりましたねこれもねアボイドのところで同じこと言いましたがそうですね「アボイド」は「ing」だったじゃないですかそれと同じように「help」も「ing」を取るんですよ。まあなんかほら危険を避けるとかさ「ね避けて「すみたいな感じのイメージを持っておくと「 なんか問題がやってきてその問題を避けるしみたいなね、えー、そういうイメージを持っておくとですねあそうか手伝うとか助けるっていうのはそういうイメージなんだなっていうのが実はつながるんですけどで問題を避けられるようにしてくれたから助けるだとかってね、まあ、諸説あります真相は知らないです、はい、でまあとにかく CanonTabNG で覚えちゃってもいいです全然ね、えー、何を気をつけなきゃいけないかなんですよポイントはねじゃあ他の例文見てみますね「I cannot help thinking about you」「もうあなたのことを考えずにはいられないよ」とか I cannot help laughing. です、ね、なんか声出して笑う感じ。smile だったらニカというね笑顔になる感じですよね。<laughs> え,っえっとようか。えっラフだったら、こう、わはは,は、笑ってない。<laughs> こうするか<笑>。笑ってない。こうか。ラフだったらこ、ね、こうね、笑ってる。こういう感じ。smile だったら、にこやかな。 感じです、ね、はいはいそういう感じですねでクライン泣かずにはいられないですね猫主婦泣かずにはいられないってことですねでこういう時に使うのがこの c a n ッ t h e l p なんですよ何でもかんでも使っていいわけじゃないんですよ 多くの人がですねもうサッカーやらずにはいられないみたいなですね走らずにはいられないとかみたいなですねえ形でも何でもかんでも使ってくる人が多いんですねうちのサープラインサッカーとかもうわけわかんないですねそうだから何でもかんでも使えるわけじゃないんですねどういうことになのっ,て言ったらですねえまさにこういうふうに基本は感じるとか思うですねこういうものですで 感じざるを得ない考えずにはいられないそれは避けられないよっていう時が多いですでその感情がこみ上げてきてもう笑わずにはいられないよとか泣かずにはいられないよとかそう感じるとか思う系のものと基本的には使うんですよそうだから何でもかんでも使っていいわけじゃないんですねだから英作文で間違いが多発するんですよもう何でもかんでもここに動詞を置いてくるのでだから気をつけなきゃいけない で、次に気をつけなきゃいけないのはこれですね。I cannot help but laugh とか、I cannot help but smile, I cannot help but cry っていう、cannot help but 原型っていうのも出てきますね。で、この but が以外ってやつなんで、笑う以外のことできないよとか、こ泣く以外のことできませんよとかっていう時に出てくるやつです。だこれも知っといてください。で、だから古い入試問題とかだと、cannot but 原型って習うんですよ。help が出てこないのを載ってるんですよ。 ね、だからこれをラフする以外のことはできませんでっていうので載ってたりするんですけどやっぱねうちのネイティブは言わない聞かない古文みたいっつってですね、えー、言ってきましたんで「ヘルプはつけなきゃダメって言ってましたから、はい、なんでまあそれでやってくださいまあ確かにキャノット「Canot but」原型の取材はほとんど見かけないかなと思います原型っていうのは 出てくるので抑えとかなきゃいけませんそうで Can not help ing だけじゃなくてハイレベルだったら Can not help bad 原型っていうのも抑えておく必要がありますねはいということでねこいつらは英作文で間違えやすいのでえきちんと抑えておかなきゃいけないわけですねだから気をつけてください皆様ね英作文書くときに何でもかんでも Can not help ing ってやるんではなくてちゃんと取れる動詞っていうのを知っておいて使ってください はいです、ね、こういったことができるようになるためにですね、こういうね、演習講座もやっていったりとかしますので高評価チャンネル登録よろしくお願いします。